29歳、つぼくんです。はい。キングコングさんほどの芸歴になれば、芸人さんの顔だけでなんとなくコンビ名ってわかるものになるでしょうか。はい、ちょっと、これ、写真を用意しておりますので。わかるね。これはもう、わかりますか、やっぱり。あのね、はい。いや、だいたいこの、こいつらこんなコンビ名つけるでしょっていう。あ、そういうこと？そうです、そうです。あの、あ、実際に、だから、実際にコンビ、いるコンビですよ、まあ、もちろん。まあ、多分お二方が知らないであろう、うんうん、若手を。ちなみにね。はい。僕ぐらいになると、はい、もうステージに出た段階で、はい、出てきた段階でこのコンビがおもろいかおもんないかぐらいすぐ分かる。あー、なるほど。やっぱ漫才師の立ち方とかっておもろいやつのなんか雰囲気ってあるもん。あるんです、ね、下手だなとか。なるほど。こいつらそれはやっぱあの野球とか柔道とか全く一緒で。なるほど。もうそんな感じで分かるんだ。じゃあもうコンビ名なんてたやすいですね。たやすい。じゃあまず一組目、はい、まず考えれることは、はい、このおかっぱ頭の彼がいる時点で、はい、ちょっとひねってきてますよね。あー、コンビ名は。なるほど。あ、ストレートじゃない。キングコングみたいなことじゃない。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。なるほどね。うん、ちょっとなんか和牛っぽいよね。まあ、あー、なるほどね。うん、あ、そうですね、ちょっと雰囲気似てますね。横文字やろな、俺は思うに。あー、横文字、うん、で、僕がいいですか、うん、はい、セブンティーンナイト。あー、セブンティーンナイト、それはほんまに当てに行ってる。うん、ぽくないっていう。うん、なるほど。うん、西田さん、わかります。いや、俺もうちょっと、うん、あの、変なことしてる。なるほど、なるほど。もうちょっと、もうちょっと気を照らってる感じ、うん、バナナ12号聞いてなってるわ。バナナ12号そんな言ってる？言ってる。俺、そこまで言ってないと思うんだけどな。自信ありますか？バナナ12号どっちが近いかやな。俺、セブンティーライト、はい、ナイト、ナイト、はい、とバナナ12号、はい、じゃあ、正解はこちらです。はい、あ引き分けやね、これは。引き分けかぐらいです、ね、まあ、分けやね。分けっすか。分け、アトムってだいぶストレートだと思う。どっちも近かったね。近かった。今の、セブンティーナイトっぽくもあるし、あ、いや、全然違うから。次や、次行きますか。